和歌山バス、長株式会社は、和歌山県木の川市藤崎271に本社がある、和歌山県北西部のバス会社。和歌山バスの子会社であり、南海電気鉄道グループ、スルッと関西協議会に加盟している。木の川市、岩出市を中心に、JR 和歌山線西部エリア遠征や和歌山市、大阪府仙南市、泉佐野市、仙南郡熊取町の一部を事業エリアとしている。 旧和歌山バス時代の帰還路線であった南海和歌山市駅発着の橋本線からは事実上撤退する一方岩出市各地と金駅を結ぶ路線は富裕層の邸宅が立ち並ぶ和歌山県北部随一の高級住宅街として知られる帰仙台をはじめとする宅地開発による急激な人口増加と1993年に開設された近畿大学生物理工学部などへの通勤 通学輸送を担うことから運転本数が年々増加し、現在はこれら路線で売上高の過半を稼ぐ。その他、和歌山市内を経由せず、大阪府内とを結ぶ路線としては、岩出駅から大阪府仙南市の南海樽駅、泉佐野市の林空タウン駅、小川駅から犬垣山を経て、大阪府仙南郡熊取町の熊取駅へ向かうものもある。また、 これら路線バスでは保管できないエリアについては、地方自治体より委託されたコミュニティバスを運行している。運行ダイヤは、平日と土休日の2パターンある。また、キーコ川線のみ、近畿大学の登校日に運行する、平日登校ダイヤと土休日登校ダイヤ休校日に使用される、平日休校ダイヤと土休日休校ダイヤの4パターンがある。通勤、通学に特化した。 運行形態のため、お盆期間中の8月13日から15日は、土休日ダイヤで、年末、年始は、小川熊取線、岩出樽井線、長線は、土休日ダイヤ、紀伊小川線は、特別臨時ダイヤで運行される。乗車の際は、入り口と表示された箇所から乗車し、整理券発行中は、必ず取ってから乗車し、停留所が近づくと、 バス車内に設置されている降車ボタンを押して、バスが完全に停止し、ドアが開いてから席を立ち、降車口に設置されている、運賃箱に整理券と、運賃、回数券を入れて降車する。なお、一般路線は、フリー乗降制度ではないため、保守作業や、交通規制などの例外を除き停留所以外の箇所で、乗降は、一切行わない。運賃支払いには、現金のほか 和歌山バス、和歌山バス長が共通カード、スルッと関西サンデでチケットが利用できるが、運賃箱に設置されている両替機は千円紙幣しか対応しておらず、前もって小銭を用意しておかなければならない。また、運賃箱は釣り線が出ないため、誤った金額の運賃を投入した場合は、概算収受生産権が発行され、当日から起算して1カ年以内なら、定期券売り場や和歌山バス、 長本社で、差額分を無手数量で払い戻しできる。乗車の際は、入り口と表示された箇所から乗車し、停留所が近づくと、バス車内に設置されている降車ボタンを押して、バスが完全に停止し、ドアが開いてから席を立ち、降車口に設置されている、運賃箱に、運賃、回数券を入れて降車する。また、フリー乗降区間では、交差点内や急カーブ区間など見通しの悪い箇所を、 除き停留所以外で乗降ができる。運賃支払いには、現金のほか、コミュニティバス回数券が使用できるが、和歌山バスバス、和歌山バス長共通カード、スルッと関西カード、スルッと関西サンデーチケットは利用できない。一般路線同様に、運賃箱に設置されている両外機は1000円紙幣しか、対応しておらず前もって、小銭を用意しておかなければならない。下記の路線一覧は、 2019年4月1日改正時点のものである、和歌山バス長で南海和歌山市駅に乗り入れる唯一の路線、橋本線時代の全線同士、運行距離は約 49km、所要時間1時間50分と和歌山県北部エリアの路線バスでは長く、かつては長営業所前で運転士が引き継ぎ交代をしていた。また15系統に関しては、 木の川市立田中小学校の児童通学のスクールバスも兼ねている。和歌山バス時代は、東営業所のメイン路線で1時間あたり各駅停車と、急行バスを含め3本も運行していた。90年代に入り、当社への移管後もしばらくは1時間に1本程度の運行本数が維持されていたものの、沿線地域の少子高齢化と自家用車への転移から、年々利用者が減少。 90年代後半からは、減便と、さらなる利用者減少が繰り返され、2017年3月31日の運行を最後に、長営業所移動が廃止された。翌4月1日より、路線名を、橋本線から、長線と解消。当線区は、国土交通省、和歌山県から補助金を受けて維持されている。その後、二千十八年三月十一日をもって百十一 系統が廃止され、213系統については、平日及び土曜日のみの運転となった。また、現在では、当社の他路線と、全く接続しない離れ、小島のような路線となっている。2020年3月末をもって、両系統とも廃止となる。末期のダイヤは213系統が、土曜のみ5往復。15系統は平日のみ1点を往復。現在は、 沿線の宅地開発による急激な人口増加と近畿大学通学輸送を担うことから、紀伊駅前駅仙台根頃近畿大学館は、日中はおおむね20分間隔で運行しており、朝夕の通勤時間帯や近畿大学の峠工事時間帯には、続行便が運行する。近畿大学四日市小川駅前は利用者が少ないため、運転区への入りで区の関係上、早朝、 夜間を除き日中は2時間、ないし4時間に1本程度の運行である。また、大学入試センター試験当日は、近畿大学生物理工学部キャンパスが試験会場となり入校規制が敷かれるため、近畿大学泊まりまたは近畿大学を経由するバスでは、大学の一つ手前の停留所で一般の乗客や在学生を下車させる。また、平成27年4月1日より、 近畿大学の補助を受けて、Q38 系統が開設されたものの乗車率が低く、他の系統と合わせて、やや輸送力過剰となっている部分が見られる。なお、以下に登場する、会 BT は、府中バスターミナルの略称である。Q38 系統は、近畿大学付属和歌山港前行きは、T 駅前での乗車はできない。また、近畿大学付属和歌山港前行き。 駅前伊藤館で有効の定期券所有者は、鳴滝団地期駅前館は、和歌山バスの路線バスも利用できる、大阪府南部地区及び、木の川市総合館の通勤・通学路線として開設された、毎時一本運行しており、また、小川駅熊取駅の間は、半和線和歌山駅経由で、大阪方面へ鉄道を利用するよりも、本路線を利用する方が早くて安い。 停車停留所が少ないことから特急バスと称しているが、運賃以外の特別料金は発生しない。地域間感染系統として、国、和歌山県の補助を受ける。岩出市より年間、約に0円程度の公的補助を受けて開設された路線でありおおむね1時間に1本運行している。また、2007年6月からは、平日の通勤、通学時間帯に、 限りほぼ30分間隔で増発した。前述の古は熊取線と同じく停車停留所が少ないことから特急バスと称しているが、運賃以外の特別料金は発生しない。季節運行便、編集地域分割市外車改善、編集和歌山県木の川市藤崎271、本庁舎内2階、岩出たるい線及び、関山路線のバスかつて運行されていた大型バス。 運転手個人による横領2011年1月15日付の新聞各種報道によると長運転区に勤務する運転手が2010年8月から12月頃に数回にわたって運賃を収受する運賃箱を運賃箱が故障していると偽り乗客から直接現金を収受し着服していたことが他の乗客の通報により発覚当該社員は 懲戒解雇処分となった道路運送法の指導監督義務違反2014年6月24日付の新聞各種報道によると国土交通省近畿関空運輸局への取材で長運転区に勤務する運転手数名を休暇を休日出勤させ2週間近くに渡り連続乗務させていたとして強制捜査を行ったと報道したこの時在籍する運転手数名を 道路運送法の省令で定められている運転適正検査を受講させていなかったことも発覚。当局は和歌山バス長に対し道路運送法指導監督義務違反の容疑で平成24年6月30日から7月9日までの10日間路線バス2台分のナンバープレートを差し押さえて使用停止とする行政処分をした。和歌山バス長は報道陣に対し 運転適正検査を受講させずに運行させていたことは道路運送法の指導監督義務違反と分かっているが要因不足でやむを得なかった処分内容を反省した上で世間をお騒がせしたことを鑑み今後は可及的速やかに問題点を上層部と宣議し改善策を前向きに検討を行う所存であるとした定期券の購入払い戻しバスカードの購入 払い戻し定期券の購入、払い戻し高速バス乗車券の購入、払い戻し高速バス回数券の購入、払い戻し岩で、木の川木の川地域巡回、桂木閣、コミュニティバス回数券の購入、払い戻しバスカードの購入、払い戻し、破損バスカードの交換に AB 和解アバス、長株式会社、第29期決算広告、IC カード、木の川を導入します。 和歌山バス、和歌山バス長、オリジナルの2020年3月2日、時点におけるアーカイブ。https コロンスプラッシュ、スプラッシュへ、ブーアーキブオア,ア,アー。 gsflashwebflash2020-0302051156flashhttp:/wakayamabusnaga.com/img/sites/wakayamabusnaga.p k i n o c a a r e e e l s DF2020 年3月11日閲覧交通系 IC カード全国総合利用サービスを開始します。和歌山バス、和歌山バス長、オリジナルの2020年3月10日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20200310224017/http://wakayamabusnaga.com//img/sites/wakayamabusnaga//10card.p PDF2020 年3月11日閲覧和歌山バス、和歌山バスなが共通カードを使用するときは、乗車口の改札機にカードを通し平成29年3月31日を、持ちまして一部路線廃止を行います。和歌山バスホームページ、2020.228、長線廃止のお知らせ。2020年3月17日閲覧。 h t t p w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  a k a y a m a b u s c o j p n a g e a k a s e i i n d e x e d h t m l h a t h t t p w w w c i t y y o u d e l g j p j a 2 0 1 0から01から21140304 20から2010から01から 08064616HTML 岩出し公式サイト大阪方面土線バスのご利用案内ありがとうございます